よし。こんばんは。今日は首のお話を ちょっとやろうかなと思います。まあね、金曜夜やしね、仕事してる人のが多いかなとも思ったんですけど、まあね、スケジュール的にできる時にやっとこうと思うので、まあ仕事の合間やったり、まあ終わった後とかに保存したものを聞いてもらってもいいので、はい、とりあえずやります。まあ今日もお一人セラピストさんの講習をやらせてもらったんですけど、まあその中でね、ちょっと首の話とか出たんで、まあそういや首弱い人多いなと思って、ちょっと今日は首を取り上げてみることにしました。ああ、こんばんは。お疲れ様です。首ってね、なんか、なんか首は危ないから触るなって言われてるみたいな話をちょいちょい聞いたりするんですけど、いや別にそんな危ないわけじゃないでしょって思うんですけどね。まあ危ないことしたら危ないでしょうけど、まあ構造や仕組みを知ってれば別に何も怖いことはないと思うし、まあ仕組み知らんで無茶なことしたらそれはまあ確かに危ないことやと思うんですけど、じゃあ何が、まあ、どうなってんのかっていうところを、まあ、うっすらでも知っておくと、そういう恐怖心や、ね、こう、苦手意識っていうのが取れるんじゃないかなって。やっぱ首が痛い、肩が凝ってる、まあそういう人って多いでしょうから、まあそういう意味ではね、必要性は多分そこそこあると思うんですよね。なのでまあちょっとだけそこら辺のお話をできたらなと思います。全然ご自由にコメントしてくださいね。毎回言いますけど。はい。で、途中わからんこととかあったら、随時コメント入れといてください。途中で拾いますんで。大体ね、一人が疑問に思うことはみんな疑問に思ってますんで。聞いたもん勝ちです。はい。で、ちょっと画面出てるとは思うんですけれども、まあ、首、ね、この首の、頚椎。7個ありますけど、まあ大体首っていうとこの辺を指すと思うんですよね。まあ首が硬い、首が凝ってる、首がしんどい。ね、やっぱこのご時世、パソコンの画面見たり、スマホの画面ずっと見てたりすると、まあしんどいですよね。まあ大体の人が、要は今の時代、ね、こうみんな、例えば横から見た時、まあ頚椎ってこう前弯してるんですよ。前に湾曲になってる。まあ、ストレートネックって言葉ね、よう聞くと思うんですけど、ストレートネックって何っていうところをまず。これがまっすぐになってるんですよ。湾曲が少なくなっている。湾曲なんであるって、要はね、その方が、こう、衝撃がね、こう、かかりにくくなってるし、まあ、うまいこと、ね、骨の配列が、その方が、負担なくいくわけですけど、まあ、ストレートになっちゃうと、その分、ストレスかかってくるよねっていう部分。で、あとはね、頭前出てる人多いですよね。俺がこっち方向にね、こう行っちゃってる人。あれ、消えとった。これかけるかな。あ、かけそう。こういう方向に頭が出ちゃってる人。そうするとね、頭って重いんですよ。まあ大体の人わかると思うんですけど、はい。ね、頭重いのに、どうしようかな。これぐらいにしたらいいか。これがね、まあ、背骨の上にないとしんどいですよね。こいつが、まあちょっと今線が微妙ですけど、上にあれば背骨が支えてくれるんですけど、こいつが、なんかこの辺にあったら、鼻、よいしょ、なんか大変そうじゃないですかね。
こっちに落ちちゃいますよね、普通に考えたら。だるま落としとか考えたらね。そしたら落ちんようにするのってどこって、こっち側の筋肉なわけですよ。こいつらが必死にこっちに力をかけてくれてるから、こいつはまあまあ保てるというか、だからこいつらを張ってくるわけですよ。別にこいつら張ってるの悪いわけじゃないのに、いやいや誰のせいって、こいつ前にあるせいやんみたいな。でも俺ら頑張っとんのに、なんかすげえ首が悪いみたいな、みたいなね、こんな まあことがあったりしますよね。はい、だこういう状態の人すごく多いです。だから首が悪い人が多いですね。あ、皆さんこんばんは。ありがとうございます。金曜、花金の夜にこんな首の話聞きに来てくださってありがとうございます。そう、だから本当はそういうのが悪い。じゃあそれって何が何のせいなのっていうところから突き詰めていかなあかんないですけど、まあそれ言い出すときりないんで、まあ今日はまあ、じゃあ首ってどうなってんのっていうところを見ていきたいなと思います。まあそんな話をした中で、じゃあ首が硬いから首をほぐせばいいかってまたちょっと違うとは思うんですね。とはいえやっぱしんどい部分もある。今みたいにさっきのように、俺がこっちにねこう行ってる状態の時に、例えばね、うつ伏せでこの辺をグイ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 押してみたらどうなるかなーって、なんかイメージつきません？なんかこの湾曲、グイーンっていきそうな気しません？まあだからね、そうするとこういうところなんかダメージでかくなりがちになるんですよね。あんまうつ伏せでこの辺グイ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 押すのは僕はあんまり好きじゃないです。はい。まあいろんなやり方あるんで、別に全否定はしないし、ね、それぞれいろんなやり方あると思うんで、あくまで僕の考えです、これは。はい。そう、腰と一緒ですね。今コメントあったように。まあ、頚椎は前腕、胸椎は後腕。で、腰椎はまた前腕するわけですね。で、骨盤はこうやって生理的に少し前傾してるわけですよ。骨盤の話のところでも少しありましたけど。だここにグイ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 こうやって圧をね、かけてってもあんまり良くはない。で、ここにこうやって圧をかけてってもあんま良くはない。かなーって思うんですよね。で、やっぱりこの頭が前に行くと、ね、必然的にバランスを取るためにこの辺ってやっぱこうなるんですよ。ね、このまっすぐのバランスを取るために、頭が前に行ってるんだったら、ちょっとここを後ろにして、バランス取ってるところもあると思うんですね。だからやっぱりよりこの辺が丸くなってる人ってすごく多いです。首が悪い人。胸椎がね、後弯してる人ですね。まあ、そのせいでより、ね、この湾曲がっていうところもあるし。胸椎っていうのは一つヒントになるんじゃないかな。胸椎って何って。ね、こう、頚椎、胸椎、腰椎とね、脊柱がありますけど、まあ、こんな風にね、後ろから見ると、まあ、あるわけですよね。で、まあ、首が痛いです。首が張ってます。じゃあ、この辺をぐいぐいマッサージするより、じゃあ、どの辺やったらいいんやろうなっていうところが、まあ、今日のメインになってくるかなとは思うんですけれども、まあ、ここに、じゃあ、まず、血管、神経、これだけつけます。首が危ないって言われてる要因の一つ、まあ、この黄色い神経が、めっちゃあるからだと思うんですよね。ね、この首、神経がいっぱい、ね、こう張り巡ってて、割と表層にある。まあ、血管もそうですね。だから首切ったら死にますよね。ね、大量出血する。まあ、そういう血管がある。まあ、やっぱりよろしくないな。それが結局頭にもね、たくさん行くわけやから、まあ、脳って大事よねっていうところを、まあ、頭は守ってる。まあ、そう考えると、やっぱ首って慎重になるんだろうなとは思うんですけれども、まあ、もちろんそうです。だから、まあね、そういう意味で、この首のこういう黄色い太いところっていうのはすごく繊細な部分なんで、僕も針師なんで、針打つときやっぱ首はね、割と慎重には打ちますかね。
グイーンっていくとやっぱね、ちょっとさすがに刺激強いなって思うんで。とはいえ神経って細いんで、針の方が太いんで、水中でこう糸にね、針を刺すようなもんだって言われるんですよね。傷つけたらどうすんのとか、神経刺さったらどうすんのとか、まあ、血管は要は刺さるんですけど。あ、こんばんは。どうぞどうぞ。何でも質問してください。はい。そう、だから神経って細いんでね、こう針が刺さることはそうそうないんですけど、近くを触れるとピーンってなるんでね、まあそれがね、要神経当たってるって。神経の近くにやる針もあるんですけど、まあこれはちょっとまた話が変わってくるので。ちょっと初めましてではないんですけどね。はい、余談です。はい、すいません。さあ、ってことで肝心の筋肉つけていきましょう。筋肉、まあ、表層だとね、よう見る絵ですよね。まあ、こんな風に、僧帽筋っていうのはまずでっかく、ああそうです、もしかしての、昔でもないですよね。はい、一度お会いしたことあります。どうも、お久しぶりです。はい、この僧帽筋でかいですよね。僧帽筋って肩の筋肉ってよく言われますよね、背中とか。でもここについてますから首の筋肉でもありますよね。僧帽筋ってでっかいんですよ、こうやってついてんでね。はい、じゃあこの僧帽筋どけましょう。ちょっとでかいんでね。だから首の付け根をほぐすっていうのは一つね、この僧帽筋のルート、これも覚えておいてください。後でも出てきますけど、ここについているっていうところが一つ大事な部分ですね。ここって何っていうと、まあこの岸の部分、後頭骨、後靭帯、うなじ、まあうなじじゃないか、ここにね、首のちっちゃい靭帯があるんですけど、まあそういうのがついてますよ。からの T っていうのは胸椎ですね。C が頸椎、首ね。T1 から T12 の棘突起、ね、骨の出っ張りですね。まあそこからこっちに鎖骨の方についてますよっていうのが僧帽筋。まあだから首の方にもついてるんですよ。だこの辺っていうのは一つマッサージのポイントです。表層を見ても一つ、そこは拾えますよねっていう部分です。さあこいつに消えていただきましょう。はい、そしたらですね、まあいろいろ出てきますよね。まあそれなりに知ってる人からすると、この菱形筋っていうのはそれなりに、まあ有名なのかなと。まあ肩甲骨をつないでる筋肉ですね。まあちょっと今こいつには用がないので、こいつにも消えてもらいましょう。はい。広頚筋なんかもね、こう、ちょっとわかりづらいな。ちょっと今は用がないので、消えていただきましょう。はい。ってなった時に、このね、ちっちゃいな。もうちょい大きくしたらいいのか。これでいいのか。盤状筋。競馬上筋、等馬抜きって。まあ、いろいろあるんですけど。半曲筋。ね。なんか、細かい筋肉いっぱいありますよね、この辺。盤状筋、頸盤状筋。まあこういう筋肉たちどこについてんのって、やっぱ首なんですよね。こういうところについてくるんですよね。ここさっきと一緒ですね。さっき出てきた言葉、後靭帯、一緒の場所ですね。後頭骨、そう、後頭骨ってね、頭の後ろの骨ですけど、まあ結局こういうところについている筋肉。じゃあ同じようにね、胸椎。ね、やっぱこの辺についてるんですよ。これも、胸椎についてるんですよ。筋肉ってその筋腹、ね、
真ん中の方、筋肉の一つのルートのど真ん中、腹の部分を押す。まあそれも一つなんですけれども、起死停止と言われる骨の付着部、ここら辺ほぐしてあげることもとても大事なんですね。だから首なんかを見た時には、この骨の付着部って結構ほぐすポイントになってくるのかなって。骨って別に押しても大して何もないんで、一番安全な場所でもあると思うんですね。もちろん鎖骨、肋骨、思いっきり押せば折れますよ。とはいえね、いやみんなさすがに加減わかるでしょっていう。まあだからその骨の際ってほぐすポイントとしてすごく大事。じゃあ、どの辺の骨の際を押すのが大事って考えた時に、ね、こっちの僧帽筋、こっちの首の盤状筋とか、で、こいつらをさらに消えてもらったら、もっとさらに奥に、なんかわけのわからん細かい筋肉がうじゃうじゃこうやってついてるんですよ。なんかわっちゃわっちゃついてますよ、これ。なんかこれもここについてるんですよ。ほら、この辺。まあ、細かい名前はいいですよ。まあ、要は、肩甲骨の下の方です。じゃあ、そう考えていったときに、僕は首悪い人に、やっぱこの辺っていうのは、ほぐすポイントの一つ。あとは、この辺ですね。この胸椎。もうちょい上まで来たかったな。すいません、ちょっと、マウスでやってるんで。こういうところ、割とほぐすポイントかなって。オイルマッサージとかでも、ここからビーっていく中で、よりこの円の中にあたりの骨の特に際、こういうところっていうのは、ゆっくり丁寧にビーって流してあげると、首悪い人にとってもいいんじゃないかなって。で、最初にお話ししたように、横向きから横で見たときに、ごめんなさい。こう見たときに、ね、こう、ここのカーブが後ろにね、こっちに出てる人が多いですよ。このね、猫背ですね、いわゆる。で、これ後ろからこう押してあげるってなんか良さそうじゃないですか。でいて、さっきのルートを考えたときに、で、この際を後ろからこの辺ビーって押してあげると、で、ここから結局こういうところにつながっている筋肉がたくさんあるわけですから、まあ、この辺なんかを、母指圧で骨の際に、ゆっくりと、スピーディーではなく、ゆっくりとビーって流してあげると、結構首悪い人にはいいんじゃないかなって。もちろん側外でもいいです。横向きで、片手で、肩周りホールドしてあげて、まあ抱きかかえるようにちょっと密着した状態で、ぐーっと反対の手で押してあげるとか。そうすることでまたより違ったアプローチの仕方ができるかなと思います。はい。そういうね、具体的なマッサージの仕方なんかはこれから、もうちょっと動画とかをね、いろいろ撮っていきたいなとは思うんですけれども。圧の向きに関しては、まあ基本的に骨に向かって、ちょっと斜め内側にも向かっていくといいんじゃないかなとは思いますね。外側から少し斜めに極突起方向に向けて、まあ入れていくと割と、まあいい感じでこの辺が捉えられるかなとは思います。結局この上には皮下脂肪とかもあるんで、まあそうするとちょっと奥までっていう意味では少し内向きに押していってあげると、まあ効果的なんじゃないかなとは思います。そう、なので首が悪い人に首をやるというよりは、胸椎あたりね、この辺を攻めてあげるっていうのは、まあ一ついい解決法としてより安全であり、なおかつ間接的に首にアプローチができる、まあそういう場所になるとは思うんですね。なのでそこら辺こう把握してやってあげるといいかなと思います。重さどの程度。まあだからちょっと深みに入れた感じです。
なんでね、まあ少し入れてもいいかなとは思いますけどね。割と深いんでね、僧帽筋こんな感じやから、ちょっと深めにグッと入れるといいかなとは思いますね。で、まあ圧の強さというより、ゆっくりっていうのが大事だと思います。前もちょっと話しましたけど、深層を攻めるときにスピードが速いと深層まで届かないんですね。だからスピードっていうのは、まあいろいろ目的があって、ね、深さっていうところを追求していく上ではゆっくりしていくっていうことも一つだし、表層を流していくっていうことであれば別に少しスピード速くてもいいし、そういう意味でずっと同じ低単調なリズムというよりは、少しメリハリをつけてこうね、こうリズムを転調してあげると、メリハリがついたなんかいい感じのマッサージになるんじゃないかなっていうのは僕の気分です。はい、これがまあ皆さんに当てはまるかはわからないですけど、まあ僕は割とそういうふうにすることで強弱緩急、あとは当てる面の広さ狭さ、まあそういうところでこう刺激を変えて、こうまあ受け手にも楽しんでいただくというか、まあそういう感じのことを少し気にしてやったりはしていますね。まあうつ伏せや側臥位だと、まあこの胸椎の周りっていうのをやりやすいと思うので、まあその辺なんかを気にしてあげるといいんじゃないかなと思います。で、上の方、まあそこに関してはうつ伏せというよりは仰向けでやってあげると、まあヘッドマッサージの延長みたいな感じで、なんやろね、頭をこう仰向けで持った状態で指を引っ掛けて頭サイドに座って、頭の方から指先を首の付け根にね、こういうところに引っ掛けて、で自分の方に引っ張ってくるようにしてあげると、この辺を引き上げてあげるようなことになるんで、なんか顎上がってるような人とかたまにいるじゃないですか。まあ、前方突出してる人も全般的にそうなんですけど、この後ろをちょっとね、引き上げてあげるような、引っ掛けて上にちょっと引っ張ってあげるような風に圧をかけてってあげるとより効果的かなと思うんですけど、まあそういうのはね、実技の話になってくるんで、なかなかこうここで説明するの難しいですけど、ちょっとこういう方向にね、こう指を引っ掛けて引っ張り上げてあげるようにしてあげると、まあ、この辺っていうのが割とね、こうリリースされる、引き離される。だここのこういう筋肉なんかがストレッチかかってくるので、そういう意味では割と効果が出てくるんじゃないかなと思います。まあもうちょっとその辺はね、おいおい動画なんかを撮ったり、まあ実際にこう来ていただいて、まあ講習するっていうのも一つかなとは思うので、まあ細かい実技に関してはね、なかなかここでは難しいですけど。まあ、できる範囲でね、こうイメージしていただければと思います。ね、猫背だから横向きが楽なのかはちょっとわかんないですけど、反り腰の人はどっちかといえば横のが楽ですよね。まあ、あとは基本的には横向きって安静 C と言われてるので、まあ割と楽かなと思うし、まあなので、まあそれはね、それぞれの施術のスタイルがあるでしょうから、それに合わせつついい方向に持っていくことができればいいかなとは思いますね。で、まあちょっと違う形で見てみると、プロメテウス、違う本ですね。まあ、首の筋肉、まあ、こんな風にね、こうさっきよりちょっと細かい絵面ですね。まあこういうふうにいっぱい背骨の際についてますよ。だからこの辺をしっかりほぐしていってあげると、多分首なんか背骨の動き楽になるんで、ね、こうやってさらにここまでついている。そう考えると、非常にこの辺、ね、ほぐしてあげるっていうのはすごく効果が高いんじゃないかな。だからオイルでこう背骨の際やるときなんかも、ほんとこういう絵をちょっとイメージして、背骨の際の奥の方にすごくほぐしてあげると効果が高い筋肉がたくさんある。なので、まあそこら辺にアプローチをしてあげる。
そのためにはゆっくりとしたスピードで深部に、で圧の方向も少し気にしてあげながらやってあげると、いいマッサージになるんじゃないかなとは思いますね。で、さっきちょっと仰向けでやるときっていう話をしたんですけど、この首の筋肉ってさらにね、こういう細かい筋肉もあるんですよ。ね、首の後ろの、ほんと頭との境目ぐらいにちっちゃいのがいっぱいついてるんですね。ここら辺なんかは、さっきお話ししたように、仰向けで頭サイドに座って、指先で引っ掛けて、こう、手前に引っ張ってあげることで、ここら辺を引き離すことができるかな。こんな風に細かい筋肉がちょいちょいついてるんで。で、こういうとこ締め付けられることで、要は頭に行く血管とか、こう、ぎゅっと締め付けられてしまうと、要はせん、なんやろ、栄養不足と言いますか、供給不足になるので、だから、頭痛が起きたり、マイナスな部分っていうのが起きてくるんじゃないかな。そういう人にはこういうところ、ここっていうよりは、首の周り、もっと言うと、なんやろね、頭も含めて、全身つながってきてるので、広い目で見てあげると、ほぐすべきポイントだったり、ここをやるといいんじゃないかなっていう部分が見えてくるんじゃないかな。ここのほぐし方どうしたらいいですかとか、ここをどうやってほぐしたらいいですかって考えるよりも、そういうふうに全体像を見たり、局所を見たりすることで、構造がこんなふうになってるってことは、この辺をこうやったらいいのかなとか、そんなふうなイメージってものすごく大事なので、マニュアルを覚え、もちろん大事ですけど、最初の頃っていうのはね、マニュアルっていうのはね、この間ツイートしたように、壊すものでもあるので、でマニュアルだけではどうにもならない。で、そのマニュアルをどう壊していくかっていうのは、こういう、根本の部分、どうなっているのかっていうのを、原則の部分、そこを知っていってあげると、いろんな新しいやり方が出てくるかな。そうするとバリエーションっていうのも勝手に増えてくるし、精度も高まるでしょうし、だからこんな風なことをマニアックですけど知っといてあげると、いろいろ面白いことができるんじゃないかなと思います。もっと言えばこういうのがね、次肋骨とかにもついてくる、さっきの胸椎って肋骨がついてるんで、胸椎から出てる肋骨ね、肋骨ってじゃあ次腹筋がついてる、背中の筋肉ついてる、そうするとお腹周りをほぐすことで首が楽になる可能性も出てくるなとか、じゃあお腹周りどうやってほぐそうかな、お腹周りどうやって筋肉ついてるっけ、内臓ってどんな風に下にあるっけ、そんなことなんかいろいろ考えていくと、次骨盤についてくるな、骨盤さらに鼠径部にこうやって鼠径靭帯にこうついてくるな、腹筋って、じゃあ鼠径部どうやっていこうか、じゃあそこの下にはさらに内転筋とか股関節の筋肉ついてくるな、もういろいろつながってくるわけですよ。言い出したらきりないんですけど、ただただそういうところをイメージしていってあげると、すごく面白くなってくるというか、どん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 マニアックな変態になってくると思いますけど、そういう思考回路っていうのはとても大事だと思うし、それを知っとくだけで多分手技が少々下手でも結果は出る。逆に手技を覚えていく上でこういうの知ってると手技が上達しやすい、どっちにも働いてくると思うので、なんとなくでいいんでね、こう見返してみるといいんじゃないかなと思います。今日は首の部分をメインにお話しさせてもらいましたけど、もちろんこれだけじゃ収まらない部分もありますけど、もっと詳しいやり方知りたければ、個別の講習会に来てくださいっていう宣伝でした。じゃあ、この後鍵垢にします。今日もご参加ありがとうございました。